東京後楽園ホールのビッグバンその47ヘビー級の3ラウンドマッチです。マキジム愛知実方康介 VS インパクト田馬場貴博、2人が向かい合います。さあこの試合解説は谷山ジムの谷山俊樹選手、そして実方康介選手ご本人にお話をいただきます。お二方どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ヘビー級のビッグバン元王者実方選手、はい、ここに向けては悪夢の5連敗そうです、ね、ありました、はい。どんな風に臨んだんですか？いやもう本当に試合前から不安はあったんですけど、まあ、やっとこのホームリングに戻ってこれたんで、はい、ここはしっかりと勝ちを見せたいなって気合は十分入ってました。まあ、ビッグバンにはおよそ2年ぶり、この後楽園ホールにはおよそ4年ぶりっていうことだったんですね。そうですね、タイトルマッチ以来の後楽園ホールでした。はい、まあ、K-1 での試合、大舞台が続いたという実方選手、こちらです。まあ、しかし、ライジンで酒井亮選手に右フックで KO 勝ちがあったり、はい、石井聡選手にはあの戦いの中で肋骨骨折させたりと、そうですね、ね、ありましたね。はい、わあ、パンチ振るってくるのは、でも膝で返した、これ田馬場選手なんですが、左はい一発、これ谷山選手どう映りますか？いやもう終わりだ。完全に飛んでますね、田馬場選手体浮き上がってしまいましたもんね。そうですね、1ラウンド19秒、これ19秒はビッグバン史上最短記録KO だと思います。そうですか。いやしかし相手がまあ MMA ファイターであったりプロレスがバックグラウンドだったり、実方選手、はい、あの田馬場選手は何をしてくるかわからないって怖さもありましたよね。そうですね、まあ、でも大体頭から振ってくるんだろう、パンチ振ってくるだろうなって予測はしてたんで、はい、まあ、あの普段やっぱり120キロオーバーの外国人の選手とかとスパーやってるんで、はい、その分やっぱパンチは思ってる軽かったんで怖さはなかったですね。まあ、パンチこれはガードした後に、うん、このキックの前にまず膝、そうですね、はい、これどうでした？膝は膝が一番僕の中で手応えあったかなって思います。膝が効いてたんで、はい、でまた多分ここで相手膝来るのかなと思わせといて、はい、左の僕得意なんで左肺が、はい、はい、綺麗にガードの上からだったんですけど、そうですよね、効かせれたかなと思います。もうだいぶ手応えはあったんですか？まあ、当たった感覚的にはもう立ってこれないだろうなと思ったんですけど、はい、もう立ってきても、まあ、仕留める技他にもあったんで、はい、全然大丈夫でした。また得意の足技でこの KO タイムで結末を迎えられたっていうのは本当に大きいですね。そうですね、あの煽りでも言ってたんですけど、はい、タイであの蹴り相当磨いてきたんで、はい、本当に蹴りで倒そうって自信はあったんで、たくさんもありがとうございました。ありがとうございます。公式戦では後楽園ホールで試合するのが4年ぶりで、ビッグバンで試合するのが2年ぶりです。その間に K-1 やいろんなリングで戦わせてもらって本当に地獄の、4年間でした。やっと勝てて、親友の声もなくなって、麻酔がどっかで見てくれると思うんで、麻酔勝ったぞ。ちょっと早かったんですけど、本当に負けてる時もずっと応援に来てもらってる皆さんや本当に周りの人のおかげでこうやってリングに立ってるので本当にありがとうございます。まだまだこんなもんじゃないんで、これからやっと勝ち始めたんで、ここから今度は、連敗じゃなく連勝街道に走りたいと思います。皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いします。見事勝利されました。さあ実方選手、はい、増井幸さん残念なこともありましたがね、はい、こう思いは爆発しましたね。そうですね、麻酔のためにも今回すごい麻酔のおかげで気合が入ったっていうのもあるんで、はい、麻酔が麻酔の得意な左の蹴りでもあるんで、あ、そのなんかつなげてくれたのかなっていうはあります、はい、あ、で、盟友と言っていいのか先輩、はい、山際和樹選手が
そうですね、来ました。KO でつなぐって言われて、はい、判定でパスもらっちゃったんで、本当の KO はこれだよっていうのを見せたかなと思います。いや谷山選手、はい、後輩に示されたっていう感じですよね。そうですね。今後お互い勝ってすごい。はい、何年ぶりに2人同じ大会で勝った、同じ大会で勝ったのこれ5年ぶりぐらいですね。まあ、これをぜひビッグバンとしては続けてもらいたいですね、はい、そしてさらなる大舞台でも実方浩介選手の活躍に期待しましょう。ありがとうございます。